ピナコール転移は1、2、ジオールが3色倍化に脱水と同時に地換器の転移を起こし、カルボニル化合物を与える反応のことである。代表的な例として、ピナコールからピナコロンへの転移が知られるため、ピナコール転移あるいはピナコロン転移、ピナコリン転移、ピナコール、ピナコロン転移の名で呼ばれる。カルベニウムイオンの1、2転移を転移の鍵段階とし、 ワーグナーメイヤーイン転移の一種である。二つのヒドロキシトのうち一方に、プロトンが孵化した後、水分子として脱離して、カルボニウムイオンを生成する。ヒドロキシトの残っている炭素状から、置換機が静電化を持つ炭素状へに転にする。ヒドロキシトからプロトンが脱離して、炭素、酸素間が二重結合となり、反応が完結する。 1>, 1の段階では生成するカルボニウムイオンの安定性がより高い、より急数の大きいヒドロキシモトが脱離する傾向がある。2の段階ではより電子共用性の大きい地換気が転移する傾向がある。すなわち水素より、歩ルるもと、歩キルモとルルより、アリールモとが転移しやすい。ありがとうございます。